ルドビーカ・マリア・ゴンザーガは、ポーランド・オブ・ワディスワフ4世の王妃。またそのイボテヤン2世の王妃にもなった。イタリア5名、マリア・ルドビーカ・ディ、ゴンザーガ・ネベェルス、フランス5名、マリー・ルイーズ・ド・ゴンザーグ・ヌ・ベール。ゴンザーガ家の出身。妹・アンヌは、ギーズ公アンリ2世、プファルツ・ジンメルン・博、エドワルトの妃となっている。マントバ公カルロ1世とマイエンヌ公。 シャルルの娘カトリーヌ・ド・ミーズの娘としてパリで生まれた。父の死後に母親の下で育てられ、1627年にオルレアン・コーガストンの5歳となるところであったが、この結婚に反対していたフランス王ールイ13世により、バンセンヌ・要塞に遊兵され、後に修道院に入れられた。1634年にマリアはブワディスワフ4世から一度結婚を申し込まれたが、 まもなく、ブワディスワフは神聖ローマ皇帝フェルディナント2世の娘、セツ,ツイリア・レナータと結婚した。1640年、マリアは彼女の主催する文学サロンにやってきたヤン・カジミエシュと出会った。1644年に、セツ,ツイリア・レナータが死去し、翌1645年11月にマリアは、ブワディスワフ4世と結婚した。結婚に際し、マリアは、 ルドビーカ・マリアと解明した。ルドビーカは1646年からワルシャワに住んだが、わずか2年後に夫に先立たれた。未亡人となったルドビーカは、次期国王に選出されたヤンニセイと1649年に再婚した。ルドビーカ・マリアは、行動的で勢力あふれる女性で、政治経済に対して野心があった。ポーランド貴族たちは、王妃が政治に介入していると騒いだが、 彼女はスウェーデン勢力を撤退させる役目を果たした。彼女は1652年にポーランド最初の新聞メルクリウス・ポルスキを創刊した。1667年にワルシャワで亡くなりクラックフに葬られた。ありがとうございます。